ていうふうに言ってるんです。これを詐欺と言わずに何を詐欺というのかっていうことをですね、はい、この政治家たちは平気でやっているということです。これね、LGBT の人の存在とかを否定したいわけでは私はありません。そういう価値観の人がいてもらっても全然結構なんですけれども、元のトイレのシステムに戻してもらうだけで私は十分なんですよ。はい、これをね、はい、自分がですね、何かしら、はい、いい結果になった時はやりたいですけれども、はい、それさえも、はい、許されない。誰もそんなことを言わないというのが今の日本の行政、はい、公共の都政、はい、そういうふうな段階にまで、至ってきていると、いうことなんですよね。はい、そしてですね、これもテレビニュースになってきました。憲法の改正、はい、そしてですね、緊急事態条項というふうに言われるものがテレビニュースに踊るようになってきました。はい、で、この内容皆さん見たことありますか？今日本人は、自民党が作った改憲の法案の内容なんてほとんど誰も見ていないという、そういう状況になってます。はい、私もね、国民がですね、みんなで本当に憲法を変えたいと思って、全員が国民投票をちゃんとして勉強して、それで多数決で決まるんであれば別に否定はしません。これは国民がみんなで決めたことだから。じゃなくて、今自民党や与党は何をしたいかというと、全員が投票しなくても一部の人間だけで決めることができ、そしてですね、権力者の方の権利を強くして国民を呪縛するという方向で憲法の改正を進めていると、そういう内容になってます。はい、地方自治はどんどん縮小して、はい、国の手先になる、手下になるっていうことが改憲草案の中身には簡単にと書いてあります。皆さんが、ね、普通におかしいと思うことに対して、はい、デモをしたりとか集会をしたりすることも、はい、公の目的に沿っていなければ禁止になります。そういう改憲草案の中身になっているんです。皆さんがここに集まって、たくさんの人は立ち止まってくれている、この状態がですね、国の政府の意見と違うっていう状態であれば、これだけでですね、最悪逮捕されてしまうかもしれない、はい、そういう改憲のですね、中身になっているということです。はい、で、緊急事態条項というものを作ろうとしていますけれども、これもですね、実際のところはですね、政府の、はい、権力を大幅に強化し、非常事態という建前のもとにですね、やりたい放題する、それだけの内容になってます。今日本の法律はちゃんと整備されていて、例えばですね、テロが起きたり、はい、天災が起きたり、そういうことがあってもちゃんとですね、対応できる法律内容になっているんですね。だから別に緊急事態条項を作る必要もないわけなんですけれども、彼らは権力欲の虜に今やなっているので、これを押し通そうというふうにしている。国民がですね、緊急事態条項について賛成している人が、はい、半分以上、過半数だというふうに新聞では報道されています。これはおそらくですね、何か緊急事態があった時は、はい、権力を一本化したり任せた方が早いだろうという、そういう気持ちが働いているからです。これは私も全く否定しません。はい、それはそうなんですが、内容はそんな内容にはなってないんだということを僕らはですね、考える必要があるということです。結局今東京もですね、日本も全く同じ方向を向いています。はい、これはですね、どんな方向か、まずですね、日本人、そして東京都民を一番ないがしろにする、一番下の、はい、地位に追いやるという、そういう考えのもとに行われています。そして逆に
自分たちのスポンサーである外資系の企業や大企業や投資家にさらに税金を流し権利を奪い取らせる、そういうことをですね、今の日本のですね、政党は与党も野党も連結してやっているというのが今の日本の状態だというふうに言えると思うんですね。これで皆さんいいと思いますか？ありがとうございます。はい、そんなですね、日本をですね、東京をですね、少しでも、立て直したいと、そしてですね、多くの人に今の日本のですね、法律の問題、そして政治の問題を知っていただきたいというふうに考えてですね、この度ですね、外宣活動をさせていただいております。公選法の問題でですね、それが何の目的かということはまだ少し言いづらいところもありますけれどもですね、これはぜひ皆さんが想像していただければ、はい、嬉しいかなというふうに思います。今日お集まりに、ね、なってくださっている皆さんは私が何をしたいのかということはおそらく、想像の上でですね、集まっていただいたんじゃないかというふうに思いますしですね、これからですね、長い、はい、戦いになってくるわけですけれども、はい、皆さんのですね、口コミ、皆さんがですね、一枚一枚ですね、何かしら、まあ、チラシでも何でもいいんですが、私ながらですね、周りの人に、今の情報と同じことを伝えていただいてですね、今の日本はこれだけ危ないんだよと、これだけ追い詰められているんだと、東京はですね、もう滅亡寸前のような、そんな状態でですね、全て移民政策に取り込まれて、はい、日本人は一番冷遇されるような、そんな状況になっているんだということを周りにですね、伝えていっていただけると嬉しいかなというふうに思っております。ちょっと時間を確認させてくださいね。はい、皆さん改めましてありがとうございます。はい、今一息重ねていただけますか？はい、でですね、もう少しだけですね、凱旋をさせていただいてですね、本日のこの上野の凱旋をですね、終了させていただければというふうに思うわけなんですけれども、はい、問題のですね、今の日本の問題や東京の問題を、はい、上げれば上げるほど、ピックアップすればピックアップするほどですね、正直憂鬱な気持ちになってくるんじゃないかと思います。まあ、実際に今政治や法律で行われていることをほんの少しでも見れば、はい、なぜこんなことをされてるんだということでですね、憂鬱にならないわけがない。それぐらい我々はですね、はい、追い詰められているというのがですね、状況としてあると思います。それを踏まえて、本日このあと15分ぐらいの時間はですね、考え方みたいな、そんなお話をさせていただければなと思います。この上野の町もですね、若者が多い町でですね、今から言うような話でもしようものなら多分ダサいって言われるのかな、そんな、お話もですね、少しはしなきゃいけないんじゃないかなと思うわけなんですよね。はい、でもですね、私はもう若者という年を過ぎました。私はですね、49歳、ちょうど今年の12月に50になる、はい、そんな年齢でございます。ちょうどですね、いい頃合い、折り返し点とこれは言わないんでしょうか、はい、3分の2過ぎたぐらい、はい、それぐらいだと思いますけれどもですね、そんな年でおじさんでありますから、はい、若者にはですね、あまり響かないかもしれませんけれども、若者の方もいらっしゃると思いますし、ダサいと思われるようなお話をですね、ちょっとさせていただければなと思います。はい、今ですね、私がですね、説明させていただいたように、はい、日本はですね、非常に危機的な状況を迎えている。はい、皆さんの生活も非常に危機的な状況を迎えていると思います。これらは全部偶然ではありません。どんどん貧富の差が拡大し、円安がどんどん進んでいって、はい、自由貿易協定が結ばれて、
外国人の方が優遇されるという、そういう状況の中で、我々はですね、生活そのものを人質に取られているような、そんな状況になっているわけです。はい、みんなですね、おかしいということは、はい、思っていると思うんです。はい、ここで通行されている皆さんであっても、日本や東京はさすがにおかしいんじゃないかと、はい、うつうつ感じている人はいるのではないかと思います。はい、しかしですね、そうは言っても生活のためにこれは我慢するしかない、しょうがないんじゃないかと、はい、ね、そういうふうにしてですね、自分に対して、仕事に対して、はい、ね、家族に対してもその他に対してもですね、諦めるしかないという、そういうふうなことを突きつけられてきた。これがですね、この数年のですね、日本そして東京の状況なんじゃないかと思います。はい、そしてですね、政治のことを、はい、言うだけならいくらでも言えるわけなんですけれども、今や、ね、この言ってる内容というのは政治という話で済むのかということを考えないといけない。だからちょっとですね、ダサい話になってしまうらしいんです。はい、これから何を言うか、はい、我々ってなんで生きてるんでしょうね。みんななんで生きてるんでしょう。はい、実際にこんなこと言ってたら、ね、こいつは好きじゃねえかとか言われそうな気がしますが、はい、今や税金をひたすら抜かれて、で、むさぼりの限りを尽くされ、僕らはまるで奴隷のように馬車馬のように働かされていると、はい、そしてそれに対して不満を言うこともできず、不満を持っていても公表する場所もなく、文句を言う場所もなく、何かちょっとでも少数派のことを言えば仲間外れにされて、あいつは頭がおかしいというふうに言われ続けてきたんではないかと思います。そんな中で我々は何考えるんでしょう。はい、まずなんでこんな世界で生きなきゃいけないんだ、なんでこんな日本で我々は我慢しなきゃいけないんだということを考えるようになると思うんですね。はい、私はですね、精神療法の専門家なので、そういうことを患者さんによく指導する身です。はい、でもそれは患者さんであって病気の人たちですよね。その病気の人たちは回復するためにはいろんなことを考える必要があって、生きる目標目的みたいなものがないと健康だって取り戻す意味がない。だからそういうことを考えるわけです。皆さんここにいらっしゃる方は多分健康な人が多いので、そこまで考えることはないかもしれません。しかしですね、今視点を広げてみれば、この国自体が病気であり、皆さん一人一人がその細胞のようなものですから、皆さん一人一人も病気と同じなんだというふうに言えると思います。自分たちが病気なんだとすれば、なぜ健康を求めなきゃいけないのか、そして健康を求めることによってなんで生きているのか、生きる目標なんてあんのかということを考えてみないといけないわけです。それが今考えられない人は多分、はい、日本の今の状況、惨状、東京の状況について目を向けることはないと思います。そしてですね、無関心のまま結局何をやっても同じだということでですね、諦めるということを繰り返すのではないでしょうか。はい、我々はですね、生きてるということを考えるときにいろんな意見の人がいます。はい、多分生きる意味なんてないというふうに考える人は今の日本人には多いんじゃないかと思う。はい、それはもうそういう気持ちになるのもしょうがない。はい、私もですね、自分振り返ってみれば、はい、高校生や大学生の頃はそんな風に思う人間だったと思います。私は実はですね、中学生の頃に、ニーチェという哲学者にハマりまして、はい、ニーチェはこんな世の中、ね、価値はないという風な、そんな本を書いた昔の哲学者ですね。そんな人が今増えていて、はい、ニーチェに対しても本を読む人は増えているというのが現実だそうです。はい、そんな気持ちよくわかります。そうじゃなくて逆にね、やる気を出して我々は
国を立て直すために、ね、我々は生きているんだ、目標を持っているんだというそういう人もいるかもしれません。そうじゃなくて正義のために頑張るんだというそんな思いで生きている人もいるかもしれない。はい、自分の夢があって、大きい夢があってですね、そこに向かって頑張って進んでいきたいというふうに思ってですね、それでですね、生きているというふうに述べる人もいるかもしれない。真実を求めたくて、ね、生きているというふうに言う人もいるかもしれません。はい、もちろん皆さん気持ちはわかるし、こんな話題にですね、正解などないと思います。正解がない話題をしてるから、つまんないとかダサいというふうに言われるわけですよね。はい、なんですが、私自身、はい、今回ですね、政治活動をしてですね、これからですね、佳境を迎えていくにあたって、はい、自分でもなんで生きてるのか、なんでこんなことをしなきゃいけないのかということをやっぱり考えました。それを考えずして政治の話なんてできないからですよ。はい、日本がこれだけ追い詰められているのに、そういうふうな理念的なもの、考えがない中で何を言っても、はい、伝わらない。私がこんな気持ちでやっているんだということを正直に言わない限り伝わりようがないというふうに思うからですね。はい、私はです、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、私は何のためにやっているのかということを改めて、今回考えてみました。確かに今日本という国はですね、ひどい惨状になってます。東京都は都知事のやりたい放題やり尽くされて、すべて外資に奪われ、移民政策で我々はどんどん追い詰められている。はい、そんな低たらくを見て東京をどうにかしたいというそういう思いは確かにあります。確かにありますけれども、今そんなことさえ皆さんも同じです。考えなくていいと思います。はい、まず皆さんに言いたいのは、皆さん自分を大事にしてください。私も自分のために今回やろうと思いました。だって東京がこんな状態になって一番困るのは私だからです。私が実際困るんですよ。はい、実際に自由を奪われて、権力で好き勝手やられ、金は持っていかれ、税金は持っていかれ、与党も野党もクソだらけでどうしようもないという、そんな状況で私がムカつくからやりだしたんです。はい、これが本来自分を大事にするというそういうことだと思うんですね。こんなことももう言っちゃいけなくなっちゃった、こんな時代、そんな世の中っておかしいと思えるかどうかだと思います。そしてその次、順番をつけるのであれば、国ではありません、東京都でもありません、その次は多分家族だと思います。はい、自分のですね、大事な人がいるはず。皆さんにもどんな大事な人がいるかは分かりませんが、はい、私もですね、奥さんと嫁さんとですね、娘がいます。はい、こんな私、こんなですね、寄捨て人のような、そんな私と同じぐらいの、はい、虚無的な思想を持っている、そんな嫁さんだったと思います。そんな嫁さんと結婚できた自分は結構幸せ者だというふうに思っているんですね。で、そしたらですね、この人たちの自由や最低限の権利が守るために戦うんですよ。そのために皆さんが政治に興味を持って、周りに口コミを広げていくということに意味があります。そしてそれは家族でなくてもいい、はい、自分の考えに近い友人や知り合いや会社のスタッフでもいいんです。そういう近い人、自分の遠くでですね、事前的なことを言って、はい、あんな人、あの人たちを全員助けようとか、そんなこと考えなくても OK です。まずは自分の身近な人を守るときに、今の東京でいいのかということを皆さんに考えていただきたい。はい、各論で出てくる法律の話は、すべて我々の自由と権利を奪うためのものになっています。そして、税金、我々が払った税金を、好き勝手に使われているということに対して怒ることもできない、この状況に問題があると言ってるだけなんです。この怒りをぶつけるのは全て自分のためであり、自分の家族のためであり、
自分の友人のためなんだということを我々は考える必要がある。はい、でも日本人は残念ながら多くの人はですね、この友情とか筋とか人情とかそんなこともどっかに置いてきてしまった。これがこの数年だったんじゃないでしょうか。はい、僕はですね、自分でニーチが好きで人無主義だというふうに自分でも言ってきましたけれども、こんな自分でもですね、皆さんや自分の家族や自分のために、はい、この1ヶ月頑張っていきたいというふうに思っております。皆さんもこんな気持ちでですね、この1ヶ月一緒に戦っていっていただければ嬉しいかなというふうに思っております。はい、長い時間、凱旋をさせていただき、上野駅前、ご通行の皆様、騒がしい、お声をですね響かせてしまったかもしれませんけど、これをもちましてですね、私の、本日の上野の凱旋を終了させていただければと思います。改めまして皆さん、お集まりの皆さん、どうもありがとうございました。改めて本当にね、今、我々がね、地方でね、中心になって動いている、みんなスタッフ動いてくれてます。市民が作る政治の会という、まあ、小さい団体ではありますけれども、これがですね、世の中に喧嘩を売ろうとしていろいろ頑張っているところです。今チラシ、小さな、チラシ、はい、小さなチラシがですね、多くの方のですね、お手元に届いているのではないかと思います。初めてのね、通って行かれる方にもですね、はい、チラシをですね少しでも、受け取っていただけるように、皆さんのですね、配布やご協力、そしてですね地元に帰ってからも、はい、周りの人ですね、みんな家族や、友人や近い人、はい、仕事仲間、はい、そういうふうな近い人にですね、一人ずつですね、口コミで地道にですね、今の日本の状況や東京の状況、その危機感を少しずつでいいので広げていっていただけると嬉しいかなというふうに思います。はい、ではこれでですね、全ての凱旋のプログラムを終了させていただきたいというふうに思います。皆さんどうもご清聴ありがとうございました。